こんにちは、サミヤニナです。今日はプリンセスフェスでプリキュアルちゃんがようやく実装されたということで、もうずっと楽しみにしてました。3周年のプリフェスはもう絶対キャルちゃんが来るでしょうと私はもう配信でずっと言っていたので、もう絶対欲しいし、あと私前回のプヨリちゃんを弾けていないので、プリンセスヒヨリちゃんね、2人欲しいのできっと天井に行くことになる。やっとね、私いつもガチャ中毒だもんでジュエルを天井分まで貯めれたことがあまりないんですけれども、今日は天井分貯めれたので、もう天井に行く覚悟で弾きたいと思います。あと工場で弾けてない子がねたくさんいて、未所持の子か、プリキャルちゃんたちも入れると9人いるので、ロードは入るようになってます。工場で特に欲しい子はこのね、私のこの上ね、この上に書いてあるように、ラグモニちゃんと水かすみちゃんとクリサレンちゃんがクラブトでよく使うので欲しいなって思います。クラブトのね配信も結構してるので、よかったら見てください。というわけで、性能が結構壊れらしいですね。私はねちょっと性能とかがなかなか詳しく説明できないので、そちらは各自でお勉強してくださいでは私はガチャを楽しく引く係なので、ガチャをワクワク引いていきたいと思います。じゃあまずは10連をポチッとな。そう、こうやってね、虹が入ってもロードがないときは新キャラじゃないんでした。相変わらず慣れませんはい、次って言われました。リマのねイベントも来てるので、カヤペが来てくれましたドキドキしますね。そう、無料10連はアップでした。アップで無料10連で虹が来てくれれば秘跡が生むのでしょうね。リトリリの子たちも来るので秘跡をいっぱい貯めたいですね。さてここからがここからなの。ロードが入っても引き続けるの。ああ、どうする。ロード入らなかったら飛ばす。もうロード入らなかったら飛ばす。飛ばそう。虹がなかったら飛ばそう。心に来る。寝てないもんで心にも来ますし、頭にも来ます。虹がないぞって言うと思ったらあるね。20連目は遊ぶらしいけど、30連目は遊ばれています。早くリマデレラのプリプリマちゃんが見たいところ、みんなは。リマちゃんのこと、あ、ともちゃん、シャイニーともちゃんが来てくれませんね。シャイニーともちゃんが欲しいところです。過呼吸が出たらごめんなさい。よく出がちなものでガチャは。全然、ロード、なんでもないようなことが。うわぁ、最低保証だえ最低保証は飛ばす。うん、まだアップです。まだアップというおおおっとっとっと、虹はよく出るね。奇跡うまうまと、まだ余裕のサミヤでございます。ともちゃんなぜこんなにいる中でかぶるのか、なぜシャイニーともちゃんが来てほしいんだが、いや、まあ、抑えていきましょう。まだ怒らない。まだ余裕なの。おっとっ、ああ、かすみちゃん、水着の方が来てほしい、かすみちゃん。おかしいな。もう一人の方が来ないです。もう一人の方が来ない。
もう一人の方が来ないな。おっと、ランダーが来ました。誰かな、キャルちゃん来てんやで、キャルちゃん来てんやで。ドキドキする、ドキドキする。虹いっぱいなの。って言ったから来てくれた。シャイニーチョウちゃんが来てくれました。嬉しい。ともちゃんよく来てくれ、ともちゃんに愛されている女サミヤニナと申します。70連目で新キャラ1人目ですね。まだ参るサミヤ、まだ参ります。おっと、2回連続のロードが走る。ロードが走って、カリンさんも走る、私も走りたい。なはあ、ガチャガチャ楽しいの。うわあ、ダブル、2枚目だよ。でももうキャルちゃん来てんやで、キャルちゃん来てんやで。あ、海で、おっと、これはありがたい、ありがたい。これは嬉しいです。クラバトル大活躍のかすみちゃんですね。これは大当たりでしょう。上の子が一人当たりました。フェスしてるね。フェスって感じだよね。やっぱフェスはフェスだよね。ちょっともう何を言ってるのかよくわかりません。あと狙いは4人です。強欲と言われようとも5人欲しい。天井だもの、あ、天井だもの。虹は走るけどロードは走らない。過酷なガチャを引いております。こんなにすり抜けが多くていいんでしょうか。あ、まことちゃん、いつか水着まことちゃんも手に入れます。私はいつか水着まことちゃんも手に入れてみせます。クラバトでどれだけ苦しめられていることか。100連目、お、100連目にロード、100連目にロード。運命を感じます。これはキャルちゃんじゃないでしょうか。これプリンセスポーブの、あのセーラームーンみたいなキャルちゃんじゃないでしょうか。これはキャルちゃんの匂いがプンプンします。これ事件ですね。かすみちゃんがキャルちゃんを連れてきた。レイさん、嬉しい。露骨なテンションの下げ方、上がり方やめてください。季節外れのハロウィンレイさんが来てくれました。もうこの際、工場全部コンプしてやろうと勢いで行きましょう。一瞬びっくりしました。ハロウィンなんてあっただろうかと。日本にハロウィンなんてあるのか、びっくりです。ちょっと失礼。行くわよ。ここからがスタートだから。100連なんて遊びですから。100連なんて、普段の私でも引きますし、お寿司ですから。美少女はみんなお迎えしたい。可愛いんだもの。ペコじゃないになおっていたいのか。リスナーさんの名前呼んでしまいました。失礼いたしました。リスナーさんが出てしまいました。ニノンちゃんが来てくれました。お、石ジャボジャボでございます。石ジャボ、奇跡がジャボジャボ、ジュエルはダラダラ。もう大変な事態でございます。おっと、ダウンロード来たよ、来たよ。キャルちゃん、そろそろキャルちゃん、ぷよりちゃんでもいいの。お願いします。てか、ラブモリちゃんもいい加減欲しいの。おっと、虹がダブルだ。これは、ぷよりちゃんとキャルちゃんが来たら熱い展開。これは熱い展開。ああ、どうすればいいんでしょう。ああ、ドキドキ。ああ、ドキドキ。チェンジプリンセスフォーム。おっと、おっと、クリサレンちゃん、いいでしょう。まあ、良いでしょう。工場をさらっていく。全然プリンセスの子たちとかフェス園の子が来ません。これは本当にプリフェスでしょうか。私はプリフェスを弾いていますか。でも、クリサレンちゃん、ありがとうございます。ママ、ありがとう。ママ、みんな連れてきてね。
こんなに、あちゃちゃにプリンセスポーンとってったーのとてぽよりちゃーんやないかいー嬉しい。ぽよりちゃん来てくれました。ぽよりちゃん来てくれました。ぽよりちゃんの方で天井っていうのはなんか違うからね。これで蔵元がたぎるぜ、そそるぜ。こんなに一気に次のクラバトまでに私マナがもうないんですが、育成できるのでしょうか。じらされる。キャラちゃんにじらされるの。もうじら、キャラちゃんも出ていいの。サミアはもう過呼吸気味なの。そろそろサミアの呼吸はゼロよなの。あと工場誰だ。おっと、虹がまだ出ていく。ラブモニちゃんがまだ欲しいかな。ラブモニちゃんじゃないのこれ。ラブモニちゃんじゃない。あ、でもこれ道路入ってますね。あ、列車、うーん、列車、うーん、レイさんは綺麗、綺麗な子は何度来ても嬉しい。だよ今度こそ。いや、でもラブモリちゃんでもええんやで。もうこの際天井でプリキュアちゃんでもいいから、もう天井なんてこ怖くないんだから。2枚きた。チェンジプリンセスフォーム、うわっ、ちょっ、ここが被るのね。みんな季節外れによく来るね。みんなまだもう終わったよ、そのイベントは。次、推しのマホマホが来るんですけど、私の推しの。ラブモニちゃんが出るまで引くべき？終わる。すごく止められています。やめたいと思います。自分で決められませんのでやめたいと思います。まで引くことはできませんでしたが、引くことができませんでした。天井に行かずに引くことができました。ね、本当はもう行っても、気持ち的には行ってもよかったんですけども、次に、私の推しのマホマホが来ることが分かっているので、ちょっと控えておきたいと思います。ここまで、なんて皆さん言ってるの？ここまでご視聴いただきありがとうございました。おかげで、キャルちゃんは無事引くことをできました。ぷよりちゃんも引くことができて、クラワトが限りそうで嬉しいです。ね、クラワトとかも普段配信してますので、よろしければ、フリコネが好きな方、チャンネル登録と通知ボタン、そしてツイッターをフォローして、また遊びに来ていただけると嬉しいです。そしてね、コメントとかにも最近始めた方とか、フェス何弾けばいいのとか、これ弾けましたよーとか、何連で私は弾いたよーふーんとか、コメントいただけると嬉しいです。それでは、ここまで見てくださってありがとうございました。サミアリナでした。ではでは。バイバイ。